生徒の恋ですから難しいところあるんですけど、でもそれがすごくテンポよく明るく描かれてるので、とてもハッピーな映画だと思います。主演竹内の勢いに刺激されて共演者たちも全員ノリノリ、笑いとスピード感のあふれるシーンが続々と撮影されていく。キャストはもちろんスタッフも撮影中から全く新しい映画になる手応えを感じていた。こうしてこの夏思いっきり笑えるポップでキュートなミラクルハッピーラブコメディが完成。活躍はまだまだ続く。続いてはカメラが捉えたプロモーション中の横顔。革命的ラブコメディと歌う先生君主への揺るぎない自信と情熱がここにある。キャストたちの PR 活動とともにあるチームが発足。それは高校2年生はるかっていう、はるかちゃん現役中継で結成された女子高生宣伝部。自分たちの流行を取り入れた作品の魅力を伝えるアイデアを次々と出していく。人気写真投稿アプリインスタグラムも展開。映画の撮影中はキャストたちの素の様子が話題を呼んだが、公開前にこれを盛り上げるのは彼女たち。行きましょう。インスタ映えする場所でカラフルなプロップスを持って撮影。その場でどんどんアップしていく。あゆはとひろみき先生のっていうところ。彼女たちが夢中になっていたのはあゆはの妄想デート。ある6月18日公開前最大のイベントが行われた。それは初めて作品がお披露目される完成披露試写会。そのプレイベントには映画を心待ちにする先生君主ファン750人が全国から集まった。どこから見るところ、いつもは余裕の竹内だが、この日ばかりはお客さんのことが気になって仕方ない様子。さてトークの内容は？すごいですね。本当に僕全然考えないですね。やっぱソウルできてる。感じたまま。これも本当に一週間前から考えてる。雑誌、テレビ、ウェブなどこの日だけで19本もの取
満足。見終わった興奮冷めやらぬうちに映画の感想をまとめるため会議に突入。しかし彼女たちは知らされていなかった。こんにちは、竹内涼真です。今回ですね、女子高生専門の会議が行われていると聞きましてですね、サプライズで、僕がそこに潜入じゃないですね、登場して、士気を高めて、先生講師はみんなに見てもらえるように盛り上げていきたいと思います。意気揚々と扉の前までやってくるが、普通に会議してる。これ苦手なんですよ。女子高生たちは真剣に会議中。この後どうなってしまうのか。誰が見ても絶対に面白いなって思います。やってますか。会議に参加するのを期待したいと思います。すごい。宣伝部の皆さん、はじめまして、竹内涼真です。いや今日は皆さんが頑張って宣伝してくれてると聞いて、会議もいっぱいやってくれると聞いて、やっぱチームですから、みんなエンドクレジットに名前が載るわけで、この士気を高めるために今日はみんなの前に来ちゃいました。すっかり舞い上がってしまった宣伝部員たち。早速映画の感想を聞いてみると、どうだった？面白かった。アイフォン早かったでしょ。あれリアルの反応を聞くのはこれが初めて。すごく大根です。すごい気持ちがいいです今。続いては新鮮な感想を言葉にしようとキャッチフレーズを考えることに。いいよ、多分一番まとまってるポーズ。多忙な竹内がいたのはほんの1時間。それでも一緒に作品を盛り上げるチームとして実りある時間を過ごした。しましたけど、なんかできてるのかできてないのか分かんない。
こんな